ではいくつかのキーワードを説明します一番は試験です試験は名詞です14課でテストを勉強しましたね両方とも同じ意味です試験の科目を言うときには女子の のを使って科目を表す名詞を接続します。例えば、英語の試験、中国語の試験、3番は、両親です。両親は 父と母のことです。他人の両親を言うときは、ご両親と丁寧に言います。例えば、ご両親は元気ですか四番は福祉、よくです。 頻度が高いことを表します英語でオーフンという意味です例えばあの子供はよく遊園地に行きます彼はよく山に登って 写真を撮ります第9課ではもう一つ頻度を表す副詞を勉強しましたねそれはいつもですいつもはよくよりも頻度が高いです山田先生は いつも優しいです。山田先生はよく病院に行きます。よくはもう一つの意味があります。形容詞のイの副詞用法として使います。 英語で well という意味です。よくできました。五番はもっとです。もっと,もっとは副詞で物事の程度や状態がさらに深まることを表します。英語で more という意味です。 形容詞や動詞の前に置きます。例えばもっと左もっと悪いもっと熱いでは例文を見てみましょう。明日試験が ありますから。今晩、もっと。勉強しなければなりません。6番は動詞頑張るです。頑張るは日本でよく使われる単語です。頑張っ！ てください。頑張ります。頑張りましょう。などの表現がよく使われています。頑張るというのはあることを成し遂げようと困難に耐えて努力することという意味です。他人や自分を励ますときに使います。